はい、山口敏太郎の食いしん坊、わらび餅の旅、わらび餅、本田屋です。これは、山口県のですね、あのお店なんですけども、割とちょっとコンパクトな箱に入ってて、ね、爽やかな感じがします。ちょっと見てみましょうか。うん、シンプルで薄味で美味しいですね。うん、餅の柔らかさもちょうどいい。でそこそここう歯に絡みつく感じもいいですね。きな粉も粒子が細かい、きな粉だまりがないですね。こう丸いきな粉が溜まってる、こう丸く溜まってるのがないですよ。うん、黒蜜ともよく合います。 なかなか美味しいですよ。うん、まあまあ、なかなかこれはいい。山口県の本田屋さん、なかなかいいです。